ざっくりモンスターアニメ。みんなでゆるキャラが出す謎を解き、ノストラダムスが東京タワーにいることが判明。そこでゆるキャラが指さした先にはノストラダムスではなくただのおじいさん。これには YouTube キッズ大爆笑。 YouTuber 大好き YouTube キッズにはこれぐらいの笑いがちょうどいいね。ゆるキャラがもう一度指さした先にはノストラダムス。かわいい。あまりのかわいさに35歳独身もっぽ。ノストラダムスの予言は当たるが悪いことも予言してしまう。小池徹平の陰行、豊田真由子の暴行、おめめさんしろ動画から広告外される。次々と予言は当たる。そしてまた予言。天に昇る赤いものが折れるという。これに反応してゆるキャラがゲボを吐く。それが東京タワーにぶち当たり折れた。その下のオラゴンにぶち当たる。ついでにこっちも折っておく。そしてまた新たな予言。ここに強敵が現れるという。その名も豚バラじゃなかった、シャンバラ。こんな強いシャンバラに対して間違って右手を攻撃してしまったり、天草四郎を連れてってしまったり、ちゃんと攻略サイト見ないとダメだよ。果たしてこんなんで勝てるのか、次回お楽しみに。チャンネル登録よろしく。解放の呪文は土踏まずの乱。